最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることができるのは変化できるものである。というのはダーウィンの言葉だと思っていたんですけど、調べてみたらどうやらこれは1963年くらいに、ルイジアナ州立大学のマネジメントとマーケティングの教授であるメギンソンさんによる、アメリカのビジネスのためのヨーロッパからの教訓という授業で、ダーウィンの種の起源によると、最も賢い種や、 最も強い種が生き残るのではない。生き残るのは常に変化する環境を受け入れ、それを受け変化できる種であるとされている。と引用したところから始まったみたいですね。生物は生まれた時同じ種でもちょっと違う。そのちょっと違う部分は子供に遺伝する。そのちょっと違う部分が環境に適していたら、そいつの子孫が生き残りやすくなるという感じで進化していくらしいです。これをポケモンで例えると、こう人影の群れがいたとして、 みんなで楽しく暮らしてるんですけど、なぜか水位が3000メートルくらい上昇した結果、ゼニガメみたいな顔をした人影が偶然生き残った。もしくは、なぜか水位が上がらなかったので、ゼニガメみたいな顔をした人影は、陸で息がしづらいので、自然到達され消滅した、みたいな感じですね。で、まあこの、生物の進化ですけど、もし生まれた時、同じ種でも、全く全然死ぬほど違うくらい変化したら、面白いと思いますよね。だから、今回はスピーシーズで、 スピーシーズ同士の子供が PS2 に突然変異するくらいまで突然変異する確率を上げてプレイしていきたいと思います。それでは、やっていきましょうか。スピーシーズはここに突然変異する確率みたいなところがあるんですよ。これをね、どんどん上げていきましょう。これを上げると変化が激しくなりすぎるので自然淘汰の意味がなくなりますみたいな感じの警告が出るんですけど、まあそんなの関係ないですよね。さらに上げたら ゲームをぶっ壊そうとしてんのかいいね。まあ、止めないけど、狂った形のゾーンの産物を楽しみたまえ、みたいな感じの警告出ましたね。はい。ミューテーションレートを100まで上げました。普通は0.8です。さあ、やっていきましょうか。まあ、突然変異する確率が100なんで、これと、これの子供が多分、マジで、プレイステーション2とかになってもおかしくないレベルのね、変化をすると思うんですよね。だからちょっと、子供できるまで見守ってあげましょうか。 全然子供生まれな。これがあれか。日本社会を見ている政府の気持ちか。まあ、い,いや、ちょっと、時間を進めてみっか。ただ、そんなに時間を進めなくてもね、速攻で大変なことになると思います。<music> よし、ちょっと時間を進めたので、見ていきましょうか。 もうなんかね、この時点でね、あそこにちょっと異様な形の人がいるんですよね。ちょっと見ていきましょうか。ほら、変な変化してる。こんな生物いませんよ。でも顔は結構、なんか、最初のスピーシーズに似てるけど、何これ。どういうこと後ろ足で2本、あでも大丈夫。生き返らせるコマンドあるから。今回、あのー、スピーシーズ一度死んだら、多分、もう二度と同じその形で現れないんで、生き返らせるコマンドをね、使わないとね。この後ろ足で歩きつつ、このめちゃめちゃ横に伸びた手で、 バランスも取る。そんで、まあ、木を食べて生きていると。なるほどね。この進化図を見てみてもね、このミュータンと突然変異したやつが異様に多いんですよね。まあ、そういう設定だから仕方ないんですけど。なんだこれんなんだこれ頭と体が繋がってないスピーシーズまで出始めた。いやー、突然変異って恐ろしいっすね。なんだんだろうこれポケモンとかにいそう。こっちが本体なんだけど、こっちでこう、敵をね、驚かして身を守る的な生物。 こいつも頭と首繋がってねえし、流行ってんのかなあ、こいつも繋がってねえ。<laughs> いやー、あ、こいつも繋がってないじゃん、もう、ぶっ壊れちゃったな、スピーシーズ。突然変異ってやっぱりたまに起きるからいいんだよって。突然変異100%とかにすると、ちょっと生物として成り立たないやつが、続々と出てくることが分かりましたね。なんか参照魚みたいなのも生まれてますよ。よく見るとこれ首が異様に長い。 <laughs> なぜこのような姿なのか。まあでも、こうやってね、なんか正気じゃない姿のスピーシーズがもしかしたら生存に有利かもしれない。それがスピーシーズなんですよ。突然変異にする確率を120倍くらいにしても、こうやってメジャースピーシーズ、つまり同じ種で数が多いみたいなのが出てくるのが謎ですね。子供はほとんどの確率で突然変異するはずなんで、このやって一人だけのやつが、 たくさん出てくるはずなんですけど、それでも40体近く同じ種類のスピーシーズがいるってのが謎ですね。でもやっぱ見ると、これ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 、全部同じ種類らしいんで、ちょっとゲームの方が間違ってますね、これ。このスピーシーズ、明らかに違う種類なのに、同じ種類って勝手にカテゴライズされてますわ。おなんだなんだなんだすごいでかいの出てきた。うわぁ、なんか、なんていうか、 おぞましい形のスピーシーズが出始めましたね。最初に忠告されてましたけど、開始早々これですからね。多分、時間進めたらなんか、もっと大変なことになりそう。そういうわけでもっと時間進めてみっか。<music> よし、見ていきましょうか。もうすでにね、視界の奥になんか、すごい変なのがいるんですよね。ほら ほら、ーなん,なんだよ、これ。えーっと、ステータスを見ると、肉食で <laughs>、やばっ攻撃力463ってあんた、どうしてそんなことになったんだ攻撃力463、インスタギブ。インスタギブっていうのは一撃でバラバラにできるって意味なんですけど、例えば、ここら辺うろうろしてるやつは、HP42 しかない。 こいつの攻撃力463。ふっふいやー、また変な生物が生まれてしまいましたね。体の構造もわかりませんよ、これ。うわ、なんか泳いでる姿もすごい妙だし。どこに口があんのかなどこに口があって、後ろのこれは何なのかないや恐ろしいですね。突然変異な世界は。この動く石像みたいなやつはこいつも肉食で、攻撃力50なんで結構高めですね。まあでもなんか、見た目が石像なこと以外は、普通ですね。 なんでかわかんないんですけど、全体的に巨大化する傾向にありますね。これとかも。なんも手加えてないのに、どんどん巨大化してきますね。なんでかな。そもそも、自然界の掟の枠組みの外の設定になってるから、体の形からどうしてそうなったのかを考察することができませんね。なんか全員ね <laughs>、体が大きいし、異様に首が長いんですよね。 みんなブラキオサウルスのようになってしまっている。まあ、恐竜がいた頃は、生物、もっとた,たくさん突然変異してたのかもしれないですね。海にもなんか巨大で変な生物いるし。わかんないわ、この世界。ただやっぱ一つ言えるのは全体的に体が大きくなって、全体的に攻撃力がかなり上昇してる傾向にあるっていうことですね。ただ遺伝とか関係ないこの世界で、そんなこと考えることに果たして意味はあるんでしょうか でも、ある程度は遺伝してるのかなまあ、さらに時間を進めれば明らかになっていくでしょう。多分。<music> さ、どうなったかなと、相変わらず、みんな、おっきいね。これとか、火の鳥に出てきたナメクジ人間みたいな感じになってますね。ああ、放置してたらどん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 大きくなっていくのかなって思ったんですけど、 別に、そんなことないですね。なんか、まあ、遺伝もクソもない世界なんで、やっぱり、特定の方向に何かが変わってくっていうことは起きていかないみたいですね。なんだこれなんだこれはははは。ああ、もうなんだよこれ。ああ、あかんでしょえどうしてこんなことになってしまったよくこんなんで生きてるな。 異常に突然変異する世界だからやっぱこういうのがねいきなり生まれてきても仕方ないわけですね。で、こういうのはそこで自然淘汰されるんでしょうね。だって食べ物食べらんないじゃん、こんなんじゃん。んでね、なんかここにすごい巨大なやつ集まってんですよね。謎だなぁ、なんか今回のスペーシーズも。今回はあの砂漠のマップなんで、たくさんの栄養を体に貯めておくために、ラクダのコブみたいに体が大きくなって、 で、そんで、体が大きくなると、このヘルスも多くなるんで、それを一撃で葬りするために、攻撃力も結構高めになっていて、で、体が大きいと、移動コストも上がるので、このスタミナも大きくなっていってるのが生き延びているのかなでもなんかそんなことを考察することに意味があるのかななんつったって子供を全部、 プレステ2とプレステ2の子供が、ニンテンドースイッチになるくらい変化してるからなぁ。過酷な環境に身を置けば、体が大きくなって、攻撃力上がって、スタミナが増えるんだったら、もっと環境を過酷にしてみっか。全体的にね、食べ物を減らしました。そうすると、どうなるのかなぁ。まあ、ぶっちゃけ、なんの、全く予想すきません。そういう設定にしたんで。まあ、見ていきましょうか。 さあ、どうなったかなと。一見そんなに変化はないですね。いや、まあ、たまに異様なやつもいるけど、なんか思った感じにはなりませんでしたね。おかしいな。じゃあ、逆に、めちゃめちゃ大地を肥沃にしてみっか。あ,あ、すごい。一気にみんな、陸に上がっていきましたね。こんだけ陸に食べ物が余ってたら、スピーシーズ同士殺し合う必要もないんで、体ちっちゃくなって、攻撃力も下がっていって、 くんじゃないでしょうかあと長い距離を移動する必要もないんでスタミナとかも減ってくんじゃないでしょうかねまあでもそういうなんか考察とか自然等とかそういうの全然関係ない世界だからなどうなんのかなまあランダムなんだろうなよし見ていくかおっんか早速いるぞでっけ やつが、おかしいなぁ。こんなに素晴らしい環境にしたら、他のスピーシーズを食べて暮らす必要なんてないはずなのに、やっぱり、思いっきり肉食で、体が大きいし攻撃力も高い、みたいなやつがいますね。ただ、そればっかり、ではないですね。うわ。地獄のトリッピーみたいなやつがいる。この地獄のトリッピーみたいなやつは、移動速度遅い、スタミナなし、攻撃力はまあまあ高い。うん。 まあ突然変異の被害者だけど、舐めてかかるとかなり痛い目に遭う地獄のトリッピーって感じですね。まあ多分こいつはそんなに遠くない未来に死ぬと思います。今思ったんですけど、なんか子供が自分と同じ種族じゃないことが多いからかわかんないんですけど、妊娠期間がめちゃめちゃ短くて子供の数がまあまあ多いですね。だから、 このスピーシーズたちは自分の死を守るために、ハズレがめちゃめちゃ多い子供頭をめっちゃ弾けるように進化してってるっていうか、そういう奴らが残ったっていうか、そういう感じなのかないや、でもやっぱスピーシーズって、この時間経った後に出てきたスピーシーズを見て、こういう理由でこうなったのかなって考えるのが面白いゲームなんですけど、それがなくなると、なんつうか、ま、これはこれでいいんですけど、ちょっと面白と半減って感じがしますね。仕方ないから、推移、 3キロくらい上げっか。あー、水位が上がっていくー。果たしてどうなってしまうのか。あのー、多分ですけど、このスピーシーズたち、世代交代が異様に早いんで、なんだかんだ言って、いきなり水位が3キロくらい上がっても、それに適応するような気がしますね。さあ、あんなにたくさんいたスピーシーズも47匹まで減ってしまいました。水の中を覗くとね、スピーシーズの骨が大量に噛んでおります。いや、でも案外なんとかなってんな。いや、案外、なんとかなりましたね。 まあ案外なんとかなったっつっても、あと 6, 6体しか残ってないんですけど。まあスピーシーズはね、人間社会と違って、ものすごい勢いで世代交代が進むんで、水位がいきなり3キロくらい上がっても、まあ、まあまあ、なんとかなるみたいです。まあ今回のスピーシーズはなんか考察違いもないし、こんなもんにしとこうかな。じゃあ面白かったら、チャンネル登録お願いします。それでは、また今度